それでは、翔子さんのお母さんにあたります安子さんからご挨拶いただきます。よろしくお願いします。こんにちは。母親でございまして、翔子はね、小さい頃何になりたいって聞くと、お空のお月様になりたいって言ってました。それでずっと長い間新月のように暗いところで佇んでいる時期が多かったんですが、二十歳の時に個展をしたところから皆さんが、いい時だねって拍手していただいたり励ましていただいたりして、その佇んでいた月がね、東の地平低くに登ってきました。そしてみんなに支えられて褒めていただいて、喜んでいただいて、だん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 翔子は今ね、本当に月になれたと思います。翔子の方法で、思えば思いというものは叶うんだなと思いますけど、月のような存在になりました。この美術館は多分おそらくですけども、世界で一番月に近いところにある美術館だそうです。52階ですから、ですからとても私たちにとっても嬉しい個展ですので、どうぞ今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。しょこちゃん、はい、こんにちは。字を書くのは月の光です。うんのと書けるかな、できるかな。身に寝ているとうまく書けるかもしれません。頑張って。
ございました。ではこれよりフォトセッションのお時間とさせていただきます。